え皆様こんにちは週刊堂でございます。えー、今日でですね、えー、美人合展も無事に終わりまして本当にたくさんのご来場ありがとうございました。 まあ先生方も連日駆けつけていただきましたしまた多くのファンの方初めて週刊堂に来ていただいた方たくさん本当にありがとうございました大盛況でございました、まあ、あの完売までは行きませんでしたけれどもほとんどの作品、えーまあ、売ることができましたしいろいろな出会いがあったこと非常に、えーまあ、うちの社長もです、ね、感謝しておりました本当にありがとうございました でまあ、しばらくですね、お休みをいただきまして画廊の方では5月連休明け5月7日からですね、今度は明治の浮世絵展という形で企画させていただきます、まあ、明治に入りますとですね、まあ、あの印刷の技術それから、まあ、色の出方ですとかね、そういったまあ印刷技術も含めて写真の技術も飛躍的に発達いたしました、まあ、そんな中で江戸の流れを汲む浮世絵の世界もですね、えー 流行を極めていたんですけども、写真などに変わってどんどんとまあ逆にちょっと衰退していくというような場面も一部ございました。まあそんな中でも文明開化あるいはまあ戦争に関わるものを まあ、西経新聞なんていうことで、えーまあ、ちょっと違った浮世絵の展開というのが明治以降に出てきますので、まあ、そういった明治以降の浮世絵を特集してです、ね、展覧しようという試み、えー、ゴールデンウィーク明けからやっておりますや,やる予定です是非、えーえー、この企画も秋華堂に足を運んでいただきたいと思います 近々にホームページでもご案内出ると思いますけれども、浮世絵のご相談はこちら、収穫堂までご連絡くださいませ、まあ、売るのも、それと買い取りするのも、ですね、ともにですね、あのまあ、オープンでやっておりますので、何なりとご相談いただきますようにご案内いいたします。お願い,いたします。